来たね。ここは開炎城？なるほど。開炎城はムー大陸の遺跡ですから、正門の行き先にふさわしい場所でしょう。ニューアトラ、本当にそういう意味だったのですね。ここはかつてアトラという都市に属していました。だから正門によって行き来できる月のあの場所はニューアトラと呼ばれてたんでしょう。なるほど。でもここがマリアナ海溝の最深部である以上、地球にある他の場所へ移動したいならちょっと工夫しないといけないわね。そうだね。ここの次元が月みたいに星魂計画のせいでめちゃくちゃになっていたら、空の律者の権能を使うことも難しいし、ブローニャ、今私たちがいる場所はあの開炎の目だよね。ええ、昔ここは漁師の海とつながっていたので、環境がそれの影響をかなり受けていました。でも今は、うん、今は漁師の海の力があまり感じられないの。ネゲントロピーが開炎の目を閉鎖した時はまだこんな感じじゃなかったと思う。やっぱりここも星魂計画の影響を受けているんだね。漁師の海の力が均衡を保っているから開炎城は今のままでいられてるのかな。つまりこのまま干渉しなかったら、時間の流れとともに開炎城も星魂計画に取り込まれるのね。入手した情報によると、星魂計画は地球をある意味での夢へと書き換えています。そのやり方に一体どんな意味があるかはまだ分かっていませんが、まずは徹底的に開炎城を調べましょう。過去と同じ場所であろうと、変化が起きた場所であろうと、きっと変わってしまった世界を知る重要な手がかりになります。そうだね。デュランダルの話では、今の地球はもう私たちの知る姿じゃなくなってる。私たちは今7人いるとも言えますし、ここから上がったら手分けして各エリアの状況を把握してみませんか。はい、その方が効率的です。それに開炎城はそう広くもありませんし、何か問題があったらすぐに支援に駆けつけることができます。それではキアナとメイ姉さん、委員長と指揮の律者ゼーレとブローニャに分かれて探索しましょう。キアナたちは空間の性質や外部との連絡手段について調べられます。委員長チームは星魂計画が民間人や世界全体に与える影響を調査できるでしょう。ゼーレとブローニャは開炎城のことを詳しく知っていますから、ネゲントロピーがここに残した物資の捜索に向いています。確かにその分け方は合理的ですね。了解。じゃあ私とメイ先輩はまずここから空間の性質を詳しく調査をしてみるよ。ええ、妥当な選択ね。四季の律者曰く、ここは地下6万メートルの深海ですから、なるべく高い場所から調べたいそうです。そうすればさらに変わった場所を見つけられますから。ブロニャお姉ちゃん、物資を探すなら先にハイペリオンが泊まってた場所に行ってみない？そうですね。記憶が正しければ、漁師の海への崩壊エネルギー転移実験をした際、
アインシュタイン博士がいろいろと道具を保管していました。ざっと見た限りここは安全に見えますね。でも油断はできません。何しろヨルヌンガンドが大暴れしたこともありますから。ええ、キアナとメイさんも警戒を怠らないでください。連絡が必要になった時は四季の律者が作った意識のネットワークを使おう。あ、何でもありません。ただ四季の律者が。もういいですから、僕年人、話したことをいちいち全部伝える必要はないでしょ。つまりこのことだけは覚えておきなさい。すべては偉大なる四季の律者様がもたらした恩恵だと。私は名誉や利益を欲しているわけじゃないけど、これだけは覚えておいて。私の施しは他の連中じゃ与えようにも与えられないものなんだってね。うん、ありがとね、四季の律者様。四季ちゃん、今は無駄口を叩いてる場合ではありません。役割分担もはっきりしましたし、キアナが話してたような形で早めに動きましょう。ええ、受賞先永久ハルスを再構築します。手動操作開始。星の再現、空間転移開始。それでキアナちゃん、何か感じ取れた？はっきりと説明はできないけど、なんだかうっすらとセイフレイヤ学園みたいな空間を感じてるんだ。でもそれ以外は何もないみたい。セイフレイヤ学園？おかしいよね。でもね、気のせいじゃないはず。どうしてかはわからないけど。キアナたちの進捗についても気になりますが、ここに残ったところでブローニャは役に立てないでしょう。ここはやはり計画通りに動きましょう。予備エネルギー起動。反応検査。一層の引力構築。富士ブラックホール。どうしたんですか、ゼーレ。ううん、ただ考えちゃって。ケビンってどんな人なのかなって。確かに彼はあなたたちには敵としての一面しか見せていませんでしたね。ゼーレが漁師の海で彼と出会った時、偉そうに大蛇になってたんだって。確か末法型崩壊獣ブラフマーの化身、名前はククルカ。
トラロックやコアトルと同じくキマイラ計画の産物で漁師の海に適応した存在です。トラロック、ブローニャが倒した巨大な骸骨のことですか？はい。だからあの時の彼は比較的まともな化身を選んだのだと思います。ふぅ、そう言うと思いましたよ。僕年人ってば、老いぼれたちをいいように言って。私から見ればあなたたちに私並みのコミュ力があれば今みたいにはならなかったと思いますよ。試練やら責任やら、全文明の先駆として幾千万年の時を過ごしてきたんでしょ。座って話す余裕ぐらいはあったんじゃないですか。一度では無理なら二度三度と話し合えばいいでしょ。ケビンも信州に来て、和をもって尊しとなすという言葉を学んでみればいいんです。沢でどうにかできる問題だとは思えませんが。しかし長い歳月は確かに人から基本的な会話能力を奪います。例えば遠い昔に避難所で目覚めてからはケビンやスーと定期的に会話を交わしていました。それがだんだんと数ヶ月に一回、年に一回、最後には10年に一回となっていきました。どうしてそうなったんですか？時間があまりにも長すぎたからです。数百年数千年も過ごせば常に思わぬ出来事が掟を破るもの。その時に私たちは気づいたんです。過去に作ったルールは形式的なこだわりに過ぎないと。だからといって大半のことを形式的なものだと認めれば結果はこうなってしまいます。ブローニャも大巨山で見たはずだよ。この僕年人ってば、子供の世話をしているのに一緒に遊ぼうとすらしなかったんだから。なるほど、理解できました。こんなに年が離れているのに、ブローニャたちと同じように委員長はセーフレイヤーでの時間を大切にしてくれてたんですね。はあ？ええ、セーフレイヤーは数百年ぶりに時間がまともに流れていることを感じさせてくれた唯一の場所でした。まったく、さすがは僕年人と言うべきか。普通なら自分の時間がある瞬間やある時期で止まってくれたらと願うものでしょ。確かに人はそんな風に願います。しかし自分が生きていることは時間が流れている時にしか感じ取れません。そしてその時の中で一つ一つの物語を読み終え、一つ一つの結末を見届けることでようやくかつてない可能性を作り出せる。矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、その矛盾こそが人が人でいられる理由なんです。はいはい、わかった、わかりましたよ。もうさっきまではケビンの話をしてたっていうのに、どうして断りの律者コーナーになってるわけ？かつての数万年で私たち先行者は矛盾を引き受けていると思い込んでいました。それこそが今のケビンのように世界に矛盾を生み出したんでしょう。もちろん終焉の手によって無様に滅ぼされることなんて誰もが望んではいません。だからこそケビンはなおさら成婚計画に絶望を感じているはずです。絶望？それはどうでしょうね。彼のあの態度を見る限り、絶望というよりも希望をあなたたちに託したんだと思いますよ。もし彼が最終的にあなたたちから望んだものを見出せたなら、その時はきっと命をかけて全力で決着をつけに来るのでしょうね。え？四季の律者、話を間違えてはいませんか？彼女は間違っていません。それに今の言葉こそが最初の問題に対しての回答と言えるでしょう。ケビンとは一体どんな人なの？スファ、これからのことは君たちに任せた。これは最後のチャンスだ。僕たちのせいで
悪い結果になる前に、そのために僕は自分の命を銃口に押し込めなければならない。ケビン、私たちにも同じことをしてほしいのですね。エリア警戒、標的射撃します。はっ、安全装置解除します。エネルギー解放、全火力連携構築。真理の名を持つ過去を超えます。安全装置解除します。反応検査実装します。起動状態確認。安全装置解除します。もう大丈夫ですよ。いませんね。平和な時だったら観光地に向いているかもしれません。では、さっき立てた計画通り、ここからは分かれて行動しましょう。分かったわ。あの上にあるベランダなら多分通信しやすいんじゃないかしら。そうなんだ、ありがとね。興味があるんですね。意外です、ゼーレ。あら、おかしなことを言うのね。彼女に無理やり気分転換させられただけよ。いいことだと思いますよ。何はともあれ、一緒に行動するのはこれで二度目ですね。三度目よ。お姉さまってはおバカさんね。二度目はカロスさんの時、お姉様はムーンライトスローンの生成で力を使い切って骨が抜けたかのように倒れ込んで、起こそうとしても全然起きなかったの。ゼーレは相当焦ってたわ。そんな彼女が見ていられなくて仕方なく助けてあげたのよ。その後、お姉様はぼんやりと私のことをゼーレって呼んだのね。えお姉様、正直なと自分がどっちのゼーレを呼んだのか覚えてる？え？どうして笑うのよ。まさかあの時のこともカウントしているとは思いませんでしたから。でも
ちょうど良いタイミングですね。あの時、ブローニャは2種類のゼーレの力を感じました。少し遅れてしまいましたが、一言言わせてください。ありがとうございます、ゼーレ。あなたって人は、意味がわからないわ。まあいいでしょ。そんなくだらないことに付き合いたくはないし。お姉様、ゼーレがね、月での出来事をブローニャお姉ちゃんと話し合いたいそうよ。でもそのタイミングが見つからないみたい。目が覚めたらニューアトラにいたこととか、何が起こったのかも知らずに一人で仲間を探しに行ったこととか、途中で見知らぬ人たちを助けたこととか、あの深い穴に入るときに誰よりも心配していたのに、みんなの前では平気なふりをして、ただ自分のできることを黙々とやり遂げたこととかね。あの子は本当に成長したわ。なんていうか、今はいろんな場面で私が現れない方が彼女のためになるかもしれない。だからあなたはウサギの元から逃げてきたのにずっと出てこなかったんですか？それが何？どうしたの？そんなに私に会いたかったわけ？はい。だって両方ともゼーレですから。ちょっと変なことを言わないで。はあ、もういいわ。好きにして。どうせこれから仕事もしなくちゃいけないし。もう笑わないで。あれ、あの人は。私にもよくわかりません。勤め先でちょっと居眠りをしてしまったら、目が覚めたら伝説の開演場に飛ばされていました。この場所を知っているんですか？はい、アルビトルから話は聞いています。不朽なる刃の正体がテレサ様が率いる極東支部の部隊と深海で戦ったことがあると。あ、もう昔のことです。それよりも、その物資を運び出そうとしているんですか？はい、勇気を出してここを一通り回ってみましたが、一人も見当たりませんでした。通信設備は全部壊れてましたけど、生活用の物資は足りてるようでした。ただ倉庫は湿ってて少し寒いので、しばらく別の場所で過ごすことにしたんです。いろいろ大変でしたね。いえいえ、実はハンモックに使う布を探していたところだったんです。そうしたら皆さんが助けに来てくれたという感じです。だからバカ言わないでってば。え、あれ、でもそうだとすれば、どうして私はここにいるんですか？ブローニャにもわかりません。スーサナ、あなたはさっきここに来る前までは勤め先で居眠りしてたと話してましたが、どういうことですか？ああ、長光さんのお手伝いをしてたんです。つい先日、天命はやっと旋回地上の修復を終わらせました。新しい実験が始まる前に、神の鍵に取り残されたものがないかを確認するため、一旦中を整理することになったんです。でも中は風通しが悪くて暑苦しかったので、上げっぱなしの腕を休ませようとしたら、
っかり寝てしまって。その後目が覚めたらここに。はい。もしかして知らないうちに神の鍵の影響を受けたんじゃ。もしくはもっと簡単な原因があるのかもしれませんね。証拠も不十分ですし、おそらくそれについて語り合っても時間の無駄です。さっきここの通信設備が全部壊れていると言っていましたね。ではここにあるものは一体。あ、それは簡単なテストをしてみたんですが、集積回路が壊れているみたいなんです。設備さえ修復できれば外部と連絡が取れると思ったんですけど。これも成婚計画の影響の一つなんでしょうか。それとも。それならお姉様、あなたは断りの律者なんだし、これを修理するくらい簡単でしょ。あれ、そうなんですか。いえ、絶対できるとは保証できません。でも試してみる価値はあります。なるほど。外見だけ見れば全く問題ありませんが、内部にある重要なパーツがひどく損傷していますね。はい。普通に考えれば修理できる見込みはほぼない状態なんですけど。でも断りの律者の新たな形態を使えばそう難しくはありません。本当ですか。先走った期待はおすすめしません。ブローニャも初めて試しますから。起動しました。どうやらうまくいったみたいですね。それでもこの設備は役に立たないんじゃないかしら。地球全体が成婚計画によって再構築されている以上、波の通信設備で誰に連絡を取れているの。750620570。あ、見つけました。この設備には495通信チャンネルがあります。何を探してたの。あるチャンネルです。天命とネゲントロピーが退治してた頃、オットー司教とプランク博士が望まない事態を避けるために作った通信回路で、別名大西洋電話。過去の人間が何、私たちに何の関係があるわけ。天命本部が機能しているならそこにいる人たちに495通信チャンネルを使って連絡できるんです。はい。刃のアルビトルですか。もちろんです。天命公認の便利屋さん、ここに参上です。ブローニャたちの状況はスーサナから大体聞いていると思いますが、天命本部は今どうなっていますか。突如発生した空間異常から天命本部を守り維持させられるよう、副隊長長光様、琥珀様は前線にて指揮を取り虚数侵入を防いでいます。一方ネゲントロピー側ですが、ソルトレイク基地とは連絡が取れています。ベルトさん、アインシュタイン博士、テスラ博士が現在戦っています。学園長は彼女のことを知っている人はいませんか。残念ながらテレサ司教は現在行方不明です。彼女が宇宙から帰還しているかどうかすら確認できません。またネゲントロピー側ではアリン姉妹が行方不明になっています。監視カメラによると異変が起こる約10分ほど前に基地から抜け出しています。人工知能の分析から察するに、こっそりコンビニにケーキを買いに行ったようです。
お姉妹が。ゼーレ、今感情的になってもおそらく何の役にも立ちません。アルビトル、今の状況から考えれば天命、ネゲントロピー、それと開炎城にいるブローニャたちで三者会議を行う必要があります。手配してくれますか？できるだけ頑張ってみます。では善は急げということですし、スーサナはここに残って通信回線の維持をお願いします。みんなを探してきますので、三者会議は30分後に。それで大丈夫ですよね？はい、問題ありません。期間中のデュランダル様とスショウ様のためでもありますし。天命とネゲントロピーが人を集められれば何の問題もないんじゃない？それにしても人は見かけによらぬもの。まさにその通りね、スーサナ、あなたのお手柄よ。ゼーレ、言い方に注意してください。はぁ、才能は人それぞれなのね。これでいいでしょ？ネゲントロピーと天命の重要メンバーを全員参加させることはできなかったが、こうして三者会議を行えること自体が奇跡と言えるだろう。はいはい、くだらない前置きはそれぐらいにして、ボサ頭。早速本題に入るわよ。それでは会議の進行役はテスラ博士にお願いしてもよろしいでしょうか？その方がより効率的かと。いいわよ、どうせ多めに喋るだろうから。キアナ、今開演場に集まっているのはあんた、メイ、ブローニャ、フカ、ゼーレ、四季の律者、それとなぜかそこに現れたスーサナで間違いないわよね？うん、そうだよ。さっきの情報によると、あんたたちは聖婚計画のせいで月に閉じ込められていたけど、全文明が残した声紋を使って開炎城にたどり着くことができた。でもそれだけじゃ今の開炎城の状況は説明しきれない。天命側になんでスーサナがあっちにいるかを説明できる人はいない？テスラ先輩、そのことについては私から報告するわ。スーサナは私が戦艦一条を使って送り出したの。ああ、やっぱりあんたの仕業だったのね。待って、ちょっと待ちなさい。戦艦一条？あれの起動は相当面倒なはずでしょ？ちょうど戦艦一条関連の実験をしようと思ってたから、内部の整理をスーサナに任せてたのよ。でも異変が始まった時に急だったからスーサナと連絡が取れなかったの。だから地球で最も安定していた空間を設定して彼女を先に送り出した。皆さんも目にした通り、聖婚計画の影響があまりにも大きかったから、その後は戦艦一条を使うチャンスをなくしてしまったのよ。どうしてかしら、何かを省略している気がするわね。まあとにかく地球の表面が虚数侵入の被害に遭っている今、漁師の海と深くつながっている開炎城は確かに滅多にない安定した場所ね。でも当面の問題として、それの安定性が気になるわ。それに一部の状況ではあんたたちの行動を阻害するかもしれない。どうしてですか？今のようにずっと守りの体制を取ったままではいられない。ネゲントロピーと天命の最終目標は元の世界の奪還よ。それを前提とすると、開炎城を前線基地にするのはあまり望ましくない選択と言えるわね。虚数空間という視点から見れば、前線からあまりにも遠すぎるのよ。前線基地よりも後方に向いているの。つまりテスラ博士が言いたいのは、これから新しい戦場を探す必要があるってことかしら？そうよ。具体的にどうするかは長光に考えてもらう必要があるけど。テスラ先輩が言ってるのは戦艦一条のことよね。さっきキアナさんたちの方でもいろいろ準備してるって聞いたわ。せっかくだし皆さんも確認してみない？準備作業といっても虚数空間の方から道しるべを探してただけなんだけど。けどもう収穫はあるみたいね。え？
でも私たちはただ。なるほど。現状の天命やネゲントロピーではこの程度の道しるべを確保することさえ難しいのね。残念ながら君の言う通りだ。あと今はソルトレイク基地や天命浮遊島を戦場にするのはおすすめしない。その2カ所は聖魂計画が力を集中させて侵食しているエリアだ。防衛戦には適しているが攻撃には向いていない。それに聖フレイヤが位置する空間を曖昧に感じ取れただけでも僕たちにとっては大きな探索価値がある。そうだけど。具体的な座標を伝えるのは難しいのね、キアナさん。うん、本当にはっきりしない感覚だから時々ぼやけた夢のように思えるんだ。それとなんだか変で、リチ社の権能を使って虚数空間を見ようとするとどの方向に注意を向けてもセーフレイヤ関連の情報が背景にあって。宇宙背景放射みたいなものね。それって何？宇宙背景放射？ねえキアナ、授業はちゃんと受けてる？まあまあテスラ先輩、宇宙背景放射なんてものは普通教科書には載ってないわよ。キアナさん、ビッグバンという概念は知っているでしょ？宇宙全体はかつて小さな点だった。でも時間の流れとともに膨らんでいって今みたいになったんだよね。ええ、ビッグバンによって放たれた最初の光がいわゆる背景放射なのよ。その光が誕生した時、小さな宇宙は一瞬で埋もれた。だから宇宙が大きくなった今、光は至るところまで満ち、四方八方から私たちに向かって飛んでくる。そしてまた膨らんでいく宇宙の奥側へと向かう。つまりテスラ博士と長光さんはセーフレイヤーが聖魂計画に飲み込まれた最初の場所だと推測しているんですか？そうよ。最初というのは少々厳密さに欠けているけど、今話した背景放射と同様に、聖フレイヤは聖魂計画の影響が現れた頃に巻き込まれたはず。そうじゃなきゃどの方向に注意を向けても聖フレイヤを感じられるって現象を説明できない。そうなると最初の突破口さえ見つけられれば、空のリツ社の力を使って聖フレイヤを取り戻すこともそう難しくはないはずよ。それに聖魂計画での立場が背景放射に近いという性質を利用して聖フレイヤを改造し空間を取り戻すための共闘歩にすることもできる。ケビンが僕たちの最終目標だとすれば、その前にできるだけ地球を元通りにする必要がある。そうすれば相手の力を削れるだけではなく、聖魂計画を終わらせ終焉を乗り越えた後、地球が取り返しのつかない状態にならずに済むからね。地球を元通りに。確かにそれは私たちの目標だけど、具体的にどうすればいいの？理論上聖魂計画がしたことの逆をやればいいだけよ。意外かもしれないけど、今の異変から見れば反転作業を実行するプランは簡単に作り出せるわ。まあだいたい1日か2日程度ってところね。そんなに早くできるんですか？そうよ。さっきも意外かもしれないけどって言ったでしょ。でも効率上の問題は残ってる。反転作業のプランができたところで実行する時の効率は終焉の力を手にしたケビンにはかなわない。だからこれからすべき行動は2つあるのよ。まず1つ目は一般人の力を引き出し人数を増やすことで効率の差を補う。2つ目はいわゆる終焉の力とやらを私たちの手中に収める。両方とも空想めいた話だけど、聖魂計画と終焉の立者の件、この2つを同時に解決したいのならそれは必要なことよ。千里の道も一歩から。確かにこの先がどうなろうと私たちは開演場に引きこもっているわけにはいきません。新たな戦場を見出す必要があります。そして今は聖フレイヤこそが
最も希望のある選択肢。そうだよね。ああ、実はさっき現状についてノートに書いて整理していた時に、とある突破口を作り出す方法を思いついたんだ。わあ、ぐっすり寝ちゃったよ。でも目覚まし時計が故障してたのかな。みんなはもう自分の持ち場で頑張ってるみたい。今日起こしてくれなかったのは、アインシュタイン博士の計画をもうすぐ実行するから、私を十分に休憩させたかったのかな。よし、下に行く前に計画の実行手順をもう一度整理してみよう。ステップ1、開園の目とみんなで増設した通信設備を使って地球の近くまで戻ってきているはずのデュランダルと師匠に連絡を取る。ステップ2、彼女たちと合流してから空の律者の力を使って散らばったセーフレイヤーの情報を趣味消して各次元にできる限り記録しておく。ステップ3、虚数繰り込みのテクニックを使って散らばった情報を独立した次元で一体化させて安定したビーコンを入手する。最後に手に入れたビーコンを使って戦いを担当する人を送り込めば虚数侵入に反撃できる。どの手順も成功率は多分私のコンディション次第。大丈夫、いつも通りにすれば律者にとってはそう難しくもないことばかりだし。そうですね。それに計画の第一段階はすでに成功していますから。お、デュランダル？あんたたちもう戻ってきてたの？はい、30分前に到着したばかりです。皆さんのおかげでナビに異常はありませんでした。ちなみに師匠さんは今仮眠を取っています。ということはデュランダルはもう2日も寝てないんじゃない？大丈夫？問題ありません。天命には長時間にわたるバルキリーの作戦をサポートする手段がたくさんありますから。師匠さんに休んでもらい、私が先にここへ来た理由は計画の第二段階に趣味消しが必要だからです。それはそうだけど。わかった。でも計画をやり遂げたら隙を見てちゃんと休んでよね。はい、リタからもそう言われてますから。ならいいや。それで早速だけど下に行かない？ええ、そうしましょう。ここにある臨時の通信装置はブローニャさんが断りの律者の力を使って2日間ほどかけて設置したものだと聞きましたが。うん、スーサナも結構頑張ってくれたよ。彼女がいなかったら他の人たちと連絡が取れても装置を設置するときに旋回一条に必要なスケールを把握できなかったと思う。ブローニャの話によると、そうなっちゃった場合、あんたたちを開園場までナビゲートする難易度がかなり高くなるんだって。確かに。ですが長光さんが彼女を発射したことはやはり無謀すぎる行為だったと思います。あの二人らしくはありますが。デュランダル様、スーサナさん、ちょうどあなたのことを話していました。え？あんたの助けがなかったらデュランダルと師匠はこんなに簡単には開園場に来られなかったって話をしてたんだ。自分の仕事をこなしただけです。それでもみんなの感謝の気持ちに変わりはないよ。そうです。
見事な働きぶりでした、スーサナさん。はい、スーサナはこれからも頑張ります。その件は置いといて、善は急げと言いますし、計画の第二段階を始めるとしましょう。ここで締め消しを展開すればいいんですね。うん、あと言うまでもないけど、アインシュタイン博士と連絡が取れる状態をキープして。博士曰く具体的なやり方はその都度指示してくれるんだって。